もしもーし。おー、もしもし。もしもーし。あ、聞こえとるかな。あ、どうもどうも。もしもし。うん。お名前は？お前さ。お名前は？なんて？いや、ウイスキーっす。お名前は？いや、ウイスキーさん、どうも。はい。ウイスキーさん？いや、俺とお前初対面ちゃうやろうな。え？はじめまして、ちゃうやろうな。会ったことあります？僕と。会ったことはないけど。いや、僕は認識ないですけど。初対面ちゃうな、お前。うん。初対面ちゃうよな、お前。いや、俺覚えてないけど。俺のこと認識はあんの？認識も何も、お前さ、ニコ生時代さ、外国人で一回やり合ってんけど、お前。覚えてんの？いや、俺は覚えてない。お前覚えてんねやろ、うん、お前頭悪いだけやって。記憶力ないねんって。いや、記憶力ないだけやろ、お前。俺がとっとしたら速攻すぐ聞いとったよな、お前。何どんな話？俺がスカイプとっとしたらすぐ切っとったよな、お前。スカイプとっとしたら。相手にされなかったんじゃないの？相手にされなかったって、お前さ、うん、相手にされてるだけありがたいと思うよ。だってさ、普通に考えて、相手にだけありがたいと思うよ。俺はあなたのこと覚えてます。で、いや、相手側はあなたのこと覚えてます。相手されてないだけって言うけど、相手されてるだけありがたいと思うよ、お前みたいなもんは。ないつまで経っても伸びてる。なんで急に声が高くなったのかわかんない。な、お前、な。自分、YouTube 上げたりさ、必死で頑張ってんの分かるけど、な、お前。なあ、聞いてるよ、お前。必死でも YouTube で上げたりしてるけど、全然伸びひんやんけ、お前。コラボと言う。普通に考えてさ。リアルでコラボ言うたら、お前、ロハコフライやろ、お前。なあ。いつだの、お前。他にもいっぱいいるよ。まず、何言うてるの？は？何コラボが何？だから、お前さ、リアルで、リアルで、お前なんかあの、何や、ロアコぐらいしか絡まれんやつやろ、お前。ロアコぐらい、ロアコや、ロアコ。俺結構コラボしてると思うよ。なあ。コラボどれくらいされたことあるの、ウイスキーは。何やねん、お前。どれくらいコラボ、俺よりコラボしたことあるんだよね。いや、俺の話じゃなくて、今俺の話しちゃうねん、お前。ちょっと待って、いや、俺の話しちゃうねん、お前。今俺の話しちゃうねん、お前。お前の話してんねん。なんで俺の話すり替えんねん、お前。あのさ、なんでお前の話か俺の話すり替えんねん、お前。ボケ。すり替えんなよ。まずお前の話をしてんねん、お前。いや、何お前、何してんねん。セリアで、遠隔何やったっけ？あ、ちゃうわ。何やったっけ？広角レンズか。広角レンズ買いに改心しとったやな、お前。なあ、何がおもろいんねん、お前。なあ、もちろん面白い放送しろよ、お前。エンターテイナーなの、お前。言うとってへんけ、お前。俺さ、ウイスキーの配信一回も見たことない。何セリアで、うん、セリアでお前何お前、何や、何、ロアコさんのためになんか何や、広角レンズ買いに行く？何がおもろいに、お前。ボケ。なあ。その配信見てたってこと？その配信しとったら伸びるわけないやろ、ボケ、お前。おい。あ、ということは俺よりも伸びる配信をやってるってことでしょ？聞いてんのか、お前。俺よりも伸びる配信をしてるってことだよね。じゃあ、お前はだから、なんで俺の質問やまず、お前ちょっと、お前ま、いや、聞きや、ちょっとお前。お前まず需要ないから。いいよ。な、もう言わしてよ。お前配信需要ないから。需要ないから、さっさと配信やめろ、お前。俺の配信需要ないんだよ、ね。さっさと配信やめろ、お前。やめてくれ。日本語わかる？いや、いいんだけど、いいよ。喋りたいことあんならいいよ。俺の話聞かないってこと？喋りたいの、一方的に喋りたいの。俺は別に議論をやる気なの。俺のこと論破するかどうかを知りたいの。俺のこと論破できんの？ただ意見言ってるだけだよ。大丈夫？そんなんでリスナー沸かせられんの？ね。俺だったら、一方的な前に、まず相手が何を言ってるのか把握するところから始めるんだ。で、論破っていうのは論を張って、その後は破るから論破っていうのね。わかる？あなた論一つも張ってないよ。で、俺に意見言わせない気だったら、喋りになんないから、自分の放送なんか言ってた方がいいんじゃないの。で、俺にさ、対してさ、コラボしたことあんの、ロハコだけじゃねえかよって言ったけど、俺、かなり、コラボしてるんだ。で、おそらく、ウィスキー君よりも、コラボの数多いのね。もしウィスキー君がそれを言うんだったら、コラボしてる人数で勝負しようよ。うん。俺今までコラボした人数、嘘偽りなく全部あげるから。どう？だまず、俺がコラボ者、まず、やつとコラボしてきたよ、俺も。
いろんな人間といろんな大手とコラボしてきたで。うん。なあ、うん、それ別にお前が俺のこと聞く必要ないよな。うん、俺は別にお前に聞いてんねんから、お前俺に質問してくんな。お前みたいなもんが、お前みたいなもんがな、おい、聞いとんのか、俺、おい。お前みたいなな、おい。お前みたいな小物が俺に対して質問してくんな、ボケ。うん、ウィスキー君にとって小物か大物かってどういう基準なの？小物やないか、お前。小物やないか、お前。セリアでよ、お前。100円均一でよ、お前。買い物する配信何が多いの、お前。ロアコさんの分、ロアコさんの分も、ちょっと、買っていってあげようかな、何がおもろいの、お前。おい。舐めとんか、お前。ほうほう。じゃあ、ほうほう。オッケーオッケー。じゃあ、俺がさ、俺が100均に買い物行くっていうのは。お前さ、お前ら、何やねん。ねあ、いいよ、いいよ。俺喋っていいなら、いい？喋るや、じゃあ。オッケー、オッケー。俺のさ、配信でさ、内容詳しく知ってるのさ。お前さ、広角レンズ使う、お前、買ったものの、お前さ、使うてへんがな、お前。うん。なめ、どんがやるな、お前。交代じゃ使えよ。え、俺、使ってるけど。嘘つけや、お前。いや、俺家で配信やってるから、ロジクールのカメラがあるし、リスナーさんからもらった31インチの、カメラと、リスナーさんからもらったレッツノートで、リスナーさんからもらったキーボードでやってるんだ。で、リスナーさんからもらったジュース飲んでるんだけど、ここでさ、スマホで配信やらなくてもよくない？え、もしかしてお前スマホで家で配信やってんの？ダッサ。ワドウくん、ワドウくん、聞いてる？ワドウくん。お前さ、いいよ。喧嘩とする前に結構お前、ものすごいあれやで。電波悪いで。ワドウくん。いや、俺電波いいよ。君の回線が弱いんだよ。俺さっきまでずーっと配信できてるよ。君の回線が明らかに弱いんだよ。は？恥ずかしいよ。は？俺だってずーっともう4時間ぐらい配信してるけど、こっちで電波問題ないよ。光回線で通してるし。どうでもええわ。あ、そう。ちょ、喋るや、ちょっと。うん。でさ、さっきウィスキーくんさ、言ったけどさ、俺の配信需要ないって言ったじゃん。うん。なんで俺の配信見たの？俺、ウィスキーくんの配信一回も見たことないけど、うん、ウィスキーくんが俺の配信見てたんでしょ？で、見てて需要ないっていうのはどういうことなの？なんでそんな詳細まで知ってるの？なんで？電波悪いみたいだね。ブーメランだよ。え、大丈夫、大丈夫、大丈夫。ちょ、ごめんごめん。LINE しながらお前にトスしてるから。ふんふんふん。うん、ごめんな。うん。いいよ、いいよ。うん。っていうか、もうだいぶ負けてると思うけど、まだ認めないの。もうリスナーさん、ハイロンパって言っていい頃だと思うよ。うん。どう思う？うん、もう勝負になってないよ。ちょっと待てよ。うん、ちょっと待て、うん。また電波悪い？いいよ。電波悪ないから。おう、なんや、なんやの。てかな、お前、うん、ちょっとお前の、和道くんな、うんうん、和道くんの愛人結構拝見させてもらっていいねんけどな。うん、あ、ありがとう、需要ないのにありがとう。なんやろな、ものすごい、なんかもう顔がものすごいムカつくねんや。ほうほうほう。うん。ものすごい顔がもう、なしほどムカつくねん。なあ。うんうん、え？すごい憎たらしいね。ちょ、配信やめてくれへん、ちょっと。うん。いや、やめないけど。うん。いや、だから、いや、やめないけど。やめないけどって、お前、需要ないし、もうやめたら。じゃあさ、絶対需要ないから。絶対に需要ないから。うん。うん。喋っていい？どうぞ。電波悪い？いい？え、どうぞ。うん、うん、需要ないって言ってるけど、俺、ウィスキーくんの配信を一回も見たことないんだ。で、ウィスキーくんは俺の配信ずっと見てるわけじゃん。お前が俺の配信見たことないっていう根拠はないやん。あの、証拠ないやん。お前、知らないの？あなたのこと今日初めてし。お前さ、アカウント変えてる。オッケー、わかった。わかった。ちょっと証拠出せよ。お前が俺の放送してないっていう証拠出せや、じゃあ、お前。閲覧さ、どれくらいあんの、今。いや、話変えんねん。だから、お前が俺の放送見てないって。いや、話変えてない。
繋がってるからさ、閲覧どれくらいあんの？いや、ま、いや、俺の質問に対してさっき答えられた。いや。お前が。いや、そこはないよ。だって悪魔、うん、OK。悪魔の証明だからそれは無理なの。理論的に無理なの。悪魔の証明はできないの。OK。証明に、ね、やったら言うなよ。今。なあ、お前証明。違う。悪魔の証明。出すな、お前。ちょっと待って、悪魔の証明知らないの？なあ。悪魔の証明だから無理なんだよって俺言ったんだけど、悪魔の証明知らないの君。やってないことは認められないよって、やってないことを証明することは無理なんだよって言ったんだよ俺。バカなの。お前がバカやろ。やってないことを証明することはあなたが挙証責任があるのよ。だからあなたが見つけないといけないの。それ裁判で常識だから。うん。いや、喧嘩売ってんのかじゃなくて、意味がわかる？わかんない？喧嘩売ってるやろ。うん、分かんなかったらさ、答えてあげるね。でも喧嘩あの、やってないことを、やってないことを、いや、喧嘩売ってんのかじゃなくて、最後まで話聞いて。子供じゃないんだから。うん、閲覧いくつあんの？ん？閲覧いくつあんの？あ、同時閲覧9なんだ。俺よりも需要ないじゃん。閲覧今9なんでしょ？今閲覧9なのにさ、ちゃうやんか。うん、お前さ、積み重ねたものがちゃうやんか。俺なんか、ほんまに適当に配信してるだけやから。おう。お前なんか、一生懸命 YouTube に動画アップして、うん、なあ、なえ、うん、だからお前より結果出してんの。生活してるようなお前がやで。うん、だからお前より結果出してんの、はい。お前は適当に配信に向き合ってるから、結果出せてええやんけ。全然結果出してへんやんけ、お前。お前には言われた。お前、この間の放送見たぞ、お前。おい。10分、15分コメントなくて、無言で放送切った放送見たぞ、お前。10分、15分経っても、お前コメントあったやろ、お前。その放送俺も、ロモって見とってんけど、なあ。お前がさ、ヘビーで俺の。いいの、お前。好きや、お前、これ。ちょっと待って、ウイスキー君さ。ぐらいな、お前。おい、お疲れ様ですぐらい言えや、お前、ボケ。あのさ、ウイスキー君さ、さっきから、だから話まとめるとね、あの、ウイスキー君がさ、俺の放送を見てるだけで、ウイスキー君が、ね、自分よりも、ね、格下だとか、需要がないとか言ってるけど、自分の方が全部ブーメランじゃん。わかる？それもわかんないの？なんて？日本語わかんない？なんすか？だって、今閲覧9なんでしょ？自分のこと棚に上げて話しすぎじゃない？うん。で、お前と違って俺は適当に放送やってんだよって言ったじゃん。適当にやってるから適当な結果しか出ないんだよ。リスナーさんはね、本気でやってるからね、そういうの見てるよ、ちゃんと。だから人気出ないんじゃないの？うん。だから需要が出ないんじゃないの？いや、ちょ、待てや。うん。お前さ、うん、じゃあお前は、お前自身の配信は需要あると思ってんの？うん、で、そして、あの、何、自分、人気あると思ってんの、うん、お前の配信。少なくとも君よりはある。俺よりはある。俺と比べるんや。当たり前じゃん、お前と話してんだから。誰と話してんの？誰と比べるの？俺とお前の話してないの？なあ。当たり前じゃん、お前と話してんだから。いや、俺と比べるようじゃあかんねん、まったく。俺なんて、だってそんな、あれやもん、小物以下やもん、だって。そうだね。小物以下やもん。小物以下の何あの、配信者と比べるお前は、ね、もう小物以下の、もう小物以下やわ。お前は。お前が言うのそれを。他の人が言うんだったら分かるけど、お前が言うの。いや、俺と比べる、いや、うん、いや、俺はだからもうゲノゲやんか。あ、分かった。じゃあ誰と比べればいいの？ゲノゲノの配信者とお前は、比べてるわけやろ。じゃあお前もあれやわ。ゲノ、ゲゲゲノ、ゲゲノ。あ、分かった。だから誰と比べればいいの？俺は。誰と比べればいい？いや、それは誰と比べればいいって、それはお前自分であれやんか。うん、あの、うん、決めろや。少なくとも、君が今10人ぐらいで、俺が60人ってことは60倍需要あるから。オッケー。あのね。60倍じゃないや。6倍だ。ごめん。はい、論破。危ねえ、今疲れたらやばかったな。やっべえ、危ねえ。いや、別に論破されても全然ええねやんか、別にさ。論破を自分でしたよ。いや、ええねん。全然別に論破されても全然いいんすよ。ただ、うん、いいんすよ、別に、あの、うん、和道さんに論破されるのは全然いいっすよ。全然いいっすよ。うん、論破されたからなんなら、話になってきますかね。ね。いや、この企画で、俺を論破するやつを待ってるんだよ。うん、この企画って、俺を論破するやつを、
集めてる。どんなテーマでもいいから、そう。え、で、結局なんであの、なんで、今更喧嘩突なんかしたんすか、うん、いや、なんか、最初なんか論破王って名乗ってたのね、俺。理屈で俺に勝てるやついないって俺が言って、吹かしたのよ。そう。で、それだと人が集まらないから、じゃあ喧嘩突で集めてみようっていう話。うん。はいはい。うん。じゃあ、ありがとうございました。ちょっと待てや。ちょっと待てや。ちょっと、メール打ってるから。うん。よっしゃ。ちょ待て。よいしょ。あれやな、まあ、結構、放送拝見させてもらってるんですよ。ありがとうございます。でね、久しぶりっすね、こんなに、いや、だから俺覚えてないって。リスナーさんが、うん、こんなにコメントくれてんのって。ほんま久しぶりっすよね。やっぱ喧嘩どつってやっぱ色々あるんすかね、やっぱ。ありがたいっすね、ほんとに。でもあなた自身は需要ないっすよ、あなた自身。あなた自身のその喧嘩数以外の配信はもう需要ないっすよ。今のところまあ需要あるっていう風にまあ認識してもいいでしょ。うん。それ以外の配信は需要ないですよ。なので、配信やめてもらっていいですか？さ、人にさ、配信やめろって言われてやめる配信者なんかいないよ？お前いつまで続けんじゃん。ウイスキー君さ、ねえ、ウイスキー君さ、俺が配信やめろって言ってもやめないでしょ？やめますよ、じゃあ。じゃあ、お疲れ様でした。お待てやわ。お待て。え、今やめるって言ったじゃん。うん。俺もやめて、お前もやめるやつ。俺やめない。うん。俺は大事な人がいるから。うん。俺は大事なリスナーさんがいるから。お前、そういう切れ事並べんの、お前。うん。切れ事じゃない、ほんとほんと。俺、ヘラって何回も自爆してるのね。うん。ヘラって何回も自爆して、今、やっと、こうやって、あ、ワードを見つけたって言ってくれてるリスナーがいるの。だから、下、なんかさ、人間ってさ、上に上がってる時も下に下がってる時もあるけど、下に下がってる時に応援してくれてる人が俺はファンだと思ってるから、その人たちを大事にしたい。うん、それが本心。うん、あ、そう。うん。じゃあ、ありがとうございます。あ、ちょっと待って、ちょっと待ってや。最後ね。また長いな。うん。多分な、ニコ生、うん、ニコ生しとったでしょ、和道さん。ニコ生やってますよ、僕。今でも。多分あれなんですよ。うん。うん、始めた時期が一緒なんですよ。2013年、2013年でしょ。13年の7月の11日。でしょ？時期一緒なんですよ。うんうん。コミュニティ、俺の方が上っすよ。うん。何レベル？レベル40っすね。あ、そうなんだ。俺、レベル50で3回作ってる。あなたあれでしょ。別にコミュニティで別に比べるわけじゃないですけど、ね。うん、あなた、うん、人のコミュニティ、なんか、うん、なんかもらってたんでしょ？俺今やったら、ね、ニコ生今枠開いたら、ね、閲覧人数100人超えるけど、今何人集まってる？3年やって。累計閲覧。500ぐらいっすよ。え？500ぐらいっす。500集まんの？はい。で、3年やって。累計閲覧。500ぐらいっすよ。え？500ぐらいっす。500集まんの？はい。何その言い方。本当に500集まんの？集まるんですよ。あ、そう。ああじゃあ、500集める放送さ、待ってるから、して。で、URL 貼って。うん。いや、もうめんどくさいっすね。あ、そうなんだ。集まんなかったら引退してね。じゃあ、お疲れっす。はい。はい、ありがとうございました。これ俺の勝ちでいいかな。これ俺の勝ちでいい？
ちょっと勝負になってなくない？どう？どうなんだろう。リスナーさん的にはどうすか？お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。